チェックボックスはコンピュータのグラフィカルユーザーインターフェースの構成要素の一種でいくつかあるオプションから複数の項目を選択するのに使われる通常四角の中に空白かチェックマークが表示される形式であるチェックボックスの隣にはその説明文が付与されるチェックボックスの状態を反転させるにはチェックボックスまたは その説明文上でマウスをクリックすればよい。マイクロソフト Windows では、プッシュライクのチェックボックスとして、通常のプッシュボタンの外観を持つチェックボックスに、設定することも可能である。また、iOS などのタッチインターフェースを考慮した、環境では、従来のチェックボックスの外観デザインの代わりに、スライド式のスイッチを模した外観を持つ、チェックコントロールも存在する。 マイクロソフトウィンドウズでは、チェックボックスとトグルスイッチや、ラジオボタンとの使い分けに関するガイドラインが、提示されている。アプリケーションソフトウェアによっては、3状態のチェックボックスを使っている場合がある。第3の状態は、チェックボックス内が灰色となる。この第3の状態は、システムの現在状態では、そのチェックボックスを操作できないことを示す。あるいは、 そのチェックボックスが複数の審議値の集合的状態を表す場合、ダッシュ記号や小さな塗りつぶし矩形を表示し、一部の値がシーンで残りが偽となっていることを示す。ユーザーがグレーアウト状態もしくは中間状態を選択することはできず、単にユーザーに現在状態を示すのに使われる。例えば FTP で転送するファイルを選択するのに、 チェックボックスを使うことがある。この時、一度に複数のファイルを選択できるよう、ツリービューもしくはヘッダー付きのリストビュー表示にして、フォルダー、またはディレクトリ単位でまとめて選択できる機能を設けると便利である。あるフォルダー内の一部のファイルがチェックされ、残りが非チェックの場合、そのフォルダーに対応したチェックボックスは中間状態となる。 この中間状態のチェックボックスをクリック操作すると以下のどちらかの状態となりクリックするたびにもう一方になって中間状態にはならない3状態チェックボックスの代表的なものとして Microsoft Windows におけるファイルフォルダーのプロパティダイアログが挙げられる Windows エクスプローラーにおいて複数のファイルを選択した状態やフォルダーに対して プロパティを表示させると複数のファイル属性の集合的状態がチェックボックスで表示、管理されるようになっている。実装によっては第三の状態もユーザーが選択できる場合がある。この場合、回の全要素の選択、非選択の状態をシステムが記憶しておく。これはアンド機能の一種である。HTML5 では インプット要素のインディターミネートプロパティが標準化され JavaScript で制御することで3状態チェックボックスを実現できるようになっている。HTML の場合は説明文上でのクリックを有効にするためにはインプット要素とラベル要素を明示的に関連付ける必要がある。ボタンタイプス、ハットトグルスイッチコントロールのガイドライン、Windows App Development ハットウィンドウズユーザーエクスペリエンスガイドラインガイドラインコントロールチェックボックス直前の操作を取り消す機能3状態チェックボックス加えた。ありがとうございます。